約束しちゃったんです、避難所の皆さんと。東北との約束。震災から10ヶ月が過ぎた1月15日、ここ宮城県気仙沼市に俳優渡辺謙さんの姿がありました。この間あの辺の上のビルから前景バーンって見せてもらうことができたんですけどね、まあ本当この一帯全部が。渡辺さんは震災から1ヶ月後被災地に入り、たびたび東北の人たちを励ましてくれました。この間その気仙沼の、水産加工の、水産加工っていうか仲買の方と懇意にしてて、いろんな話を伺ってもう一回建てようと思う、建て直そうと思うんだけど、要するにここ自体がもう1メートルぐらい地盤沈下してるんで、こうやって水が上がっちゃうんですよね、満潮の時には。だからこの道路をどれぐらいかさ上げして、どれぐらいこうのレベルで基礎を築けばいいかっていうことがまだ県レベル国レベルで決まらないんですよね。だからそれが決まらないと逆にこう立てていこうっていう方針が立たないんで、だからまあいろんなみんな知恵を絞ってやってはいるんでしょうけどね、やっぱこれぐらいエリアが広いので本当どれぐらいかさ上げするのに全体にこの道路が予算かかるのかってことも相当難しいっちゃ難しいってことなんだろうね。渡辺さんは慰問に訪れた際、一つの約束をしてくれました。それは新作の映画ができたら真っ先に東北に持ってくるというもの。 The long journey has just begun. その映画の名は、はやぶさ、遥かなる帰還。小惑星探査機はやぶさのプロジェクトを描くこの作品は、絶対に諦めないという信念のもと、仲間たちと共に数々の困難を乗り越えていく物語。え？電波が消えた。最も重要なのはサンプルリターンです。そんなことこの場にいるみんな分かってます。全責任は私が負います。やりましょう。震災から立ち上がる東北を励ます意味も込め、渡辺さんは演じたといいます。よろけてもいいんです、はいつくばってもいい、とにかく地球にゴールさせるんです。はやぶさ遥かなる帰還。渡辺謙さん、そして滝本智之監督です。どうぞ拍手でお迎えください。そして約束通り完成した映画をいち早く東北に届けてくれたのです。満員の観客が渡辺さんと滝本監督を温かく迎えました。独眼を含めて東北の仕事はもう山のようにさせていただいてまして、岩手でも穂村立つという大河ドラマもやらせていただきましたし、本当に僕はもう東北の役でずっと育てていただいたような気がしてますので、本当に少しでも4月に訪れた時に、少しだけでも何かと思って支援物資は持ってきたんですけれども、避難所の方々とお話をさせていただいている時に、自分は俳優として映画を作る人間として一番皆さんに届けられるプレゼントはやっぱり作品を持ってくることだなって痛切に感じました。この映画を届けることによって、もう一度1年目を迎える日本全体にこの映画でちょっとでも前を向いたり星空を見上げたり、そういう時間を作っていただく、そんな気持ちを作っていただく映画になったんじゃないかと思っています。はやぶさの偉業っていうのは実は挫折続き失敗続き、だったんですね。で映画では描ききれなかったんですが、最初にこのプロジェクトが立ち上がって四半世紀25年かかってようやく最後の期間を迎えたんですね。本当に人の気持ちをつないでいくように長い歳月をかけて、成し得た復興っていうのはきっとものすごく価値のある
この国をもっと素晴らしい国にしてくれるっていう、そういう結果につながるんじゃないかなって思ってます。最後のミッションが終わって、地球をもう一回見せてやりたいんだよねっていうセリフがあったと思うんです。その中で僕はただ地球を見せてやりたいっていうんではなくて、地球を見せてやりたいんだよね、もう一度はやぶさにふるさとを見せてやりたいんだよねっていうセリフに直したいんだけどって監督にお話をしました。どんなふるさとでもいい、皆さんの心の中にあるふるさとをもう一回はやぶさに見せてやれないかなっていう思いを込めてあのセリフを言ったつもりであります。皆さんにその気持ちが届いたかなと思いながら、このように全国に届けていきたい、そんなふうに思っています。どうもありがとうございました。渡辺さんの被災地との約束を果たすため、映画会社も全面バックアップし、2日間で岩手宮城の沿岸部を中心に5カ所で試写会を開催しました。その思いはいずれの地でも温かく迎え入れられました。俳優さんってどうしてもこう遠くにいるのかなって感じがしてたんですけど、まあ、遠くから来てくれて、いろいろなこう災害の場とかいっぱい 見て、でなんか心からこうこっちのことを思ってくれてんのかなってすごく思いました。なんだかこう戻ってきたっていうね感じだね。やっぱふるさとに来たっていうやっぱ感じがしましたね。かやぶさみたいな、やっぱね、挫折してもやっぱ今回ね災害になったから、やっぱ俺はもうやっぱ挫折しても乗り越えていかなくてはわからないなって、やっぱそういう感動があったね。やっぱ見るとやっぱつうのはね、はやぶさに携わってる人たち何回も挫折したりして、でも諦めず希望を持って頑張っていたので、私もいろいろこの先長い人生でいろいろ大変なことがあるかもしれないけど、はやぶさに希望を持って信じ続けてた人たちみたいに自分の道を信じてしっかり歩いていきたいなと思います。皆さん本当に心からありがとうって言ってくださるんですね。でそれはもう辛い思いして大変な思いしてらっしゃるのはもう向こうなのに、やっぱりこう本当に、まあ、来てくれただけでもありがとうだし、こういう映画見せてもらってありがとうでも本当になんかこういっぱい感謝の言葉をいただくのはもう彼の生活を思うともうそれどころじゃないんですけど、なんかやっぱ来てよかったなって思える一言ですね。絶対やるべえと。そうですね。ね。絶対に諦めない。絶対に諦めない。東北の復興もはやぶさのごとく前に進んでいきます。